やばい。くそ、破片になってお前をつかめる出入り口が増えたっていうだけのこと。引きずり込んだお前が俺のマインザミラーの首をつかめるはずが。しまった、スタンドだ。そうするために俺はムーディブルースを中に入れたんだがよ。ええ、来いよ、立ってかかってきな。この鏡の破片を拾うためにしゃがんでるんだよ。おい、何たまげてんだよ。ちょろちょろ動くことのないように、お前の体半分だけ入るのを許可する。ここで謎を解き、フーゴを助けて敵を倒す。それがみんなの安全を守ることです。4歳の子供の力でこれをちょいと突っ込んでやるや。簡単なんだぜ、すぐにわかるんだぞ。はい。隠す、何のことかな。探し物は見つかったか。ええ、確か角を曲がった先にはジョルノとかいう新入りの小僧がいる。くだらねえことやりやがって。この先でよ、何が起きてるか予想できるか。ジョルノ、てめえ早く行け。キーを持って行け。先にジョルノの喉をかっ切る方にするよ。俺の姿に気づいた。そしてフーゴもアバキオも無事でみんなのところに帰る。こうして手をなくしても何とも思わねえ。くしよ、このガキ感染して入ってきやがった。正気か、てめえ。パープルヘイズが割った鏡の破片がジョルノが並べたのか。だが甘く見るなよ。まずいぞ、外に出ればウイルスを体から切り離せ。出たか、鏡の外に。フーゴ、鏡の外に出たということはパープルヘイズで追跡できる。奴にとどめを。ヘビってやつは人間の体温を感じ取って位置が分かったりするんです。こんなたった一回ガードできるなら食らわせろ、パープルヘイズ。なんだって。せっかく拳をガードできたのに。これがね、奴が鏡の外に出てくれたのがいいんです。その蛇、パープルヘイズのウイルスの中にいるのに生きている。真実の信頼がこいつにはある。あの時のブチャラティのように。命がけというのはアバッキオのことです。ジョルノ、大丈夫か。くそ、ジョルノ、もう一度手に入れたキーを見せてくれるか。ナランチャ、娘を守ってくれて礼を言う。ブチャラティ、駅は危険だが信じていくしかない。ボスはベネツィアにいるのかな。うわ、フーゴを許してやってください。どっちにしろぶっ殺してやる。ホルマジオとイルゾーの敵だ。ぶっ殺。ペッシ、お前もそうなるよな。俺たちの仲間なら挟み撃ちだ。娘は生け捕りだからな。ブチャラティ、その消火栓の錠前では6番線、亀のいる水飲み場、確かにここに間違いないのに。あ、ええ、そうじゃねえか。誰ともすれ違わなかったし。水飲み場に何かが置いてあった。それが今ない。今この列車を調べなかったら俺たちは奴らをこのまま永久に見失ってしまう気がする。おい、この壁の下の隙間、向こう側は何だこれ。ビーチボーイ。だがこの列車のどこかに絶対奴らはいる。え、あれ、ちょっと待てよ。わかったよ兄貴。奴らは娘を抱えている。キーが出入り口となってこの空間を作り出し、中に隠れられるようになった。本物の部屋ですよこれ。ソファーとか家具も本物だ。飲み物が冷えてるぜ。うわあ、兄貴。奴らは絶対いる。それに大したことはねえだろ。なんか亀の中の部屋のせいかちょっとムスな。疲れた顔してるぜ。
天井は俺が見張ってっからよ。そうかい？